20号では外壁をベース板に取り付け、ベース板2枚を連結させます。今回付属するパーツです。20号では18号と19号で組み立てた外壁と19号に付属したベース板 A を使用します。はじめに18号で組み立てた外壁 A を裏返します。次にパーツ03のジョイント A の3箇所の穴を外壁 A の左側にある2箇所の穴と凸部に合わせ、パーツ04のネジ2本で固定します。同様にジョイント A を外壁 A の右側に固定します。次に裏返した外壁 B の右側にある2箇所の穴と凸部にジョイント A の3箇所の穴を合わせ、ネジ2本で固定します。次に19号で取り置いたベース板 A に外壁 A の下部の凸部3箇所を差し込みます。続けて外壁 B の下部の凸部2箇所をベース板 A に差し込みます。さらにパーツ02のジョイント B を外壁 A と B を固定するようにしてはめ込みます。次にベース板 A とパーツ01のベース板 B をはめ合わせ連結させます。続けて連結部をパーツ05のネジ4本で固定します。これで20号の組み立ては終了です。アッシュ。